はい、どうもこんにちは、ゾウです。今日はですね、来ました、12月分の年パス抽選発表。はい、本来は昨日だけ発表だったんですけど、ちょっと昨日はいろいろバタバタしてて見れなかったので、今日ですね、今から皆さんと一緒に確認していきたいと思います。はい、さあ、もうね、番号打ち終わってあるので行きたいと思います。あー、ドキドキするね。いけるぞ。はい、今回ですね、もうクリスマス重点に絞りましたので、やっていきます。では早速、はい、結果検索ポン。あ、来ました、見ます。また僕が見てお伝えするような感じで。まだ見てない。いきます。はい、2020年12月24日東京ディズニーシー、結果落選。東京ディズニーシー12月の25日落選。あ、東京ディズニーランド12月24日落選。あ、あと2つ、うん、東京ディズニーランド12月の25日落選。最後12月30東京ディズニーシー落選。全部落ちた。まあ、日程が激戦だったっていうのはあるよね。ねえ、はい、こんな感じでございます。ショック。11月12月ともに全滅でございます。年パスはね、もう払い戻しになるのであれですが、最後もね、年パスで入ることができませんでした。すごい落ち込んでる。調子込んでる。チャンネル登録はこの辺からお願いします。では、みんな一緒だよ。みんな一緒だよ。みんな落ちたのは自分たちだけじゃない。